おはよう。もう起きてたんだ。休みの日だってのに、相変わらず早起きだね。僕僕は一服したらもっかい寝る。だってせっかくの休みなんだよ。二度寝、三度寝、四度寝くらいしたーい。寝すぎは良くない いいじゃん別に君に迷惑かけてるわけじゃないんだしさ取り巻一服するわそこにあるライターとタバコちょうだいナイスパス <laughs> しみる。 やっぱり朝の一服は最高。超幸せ。何なんか不満そうだけど。ルールはどうしたああ、タバコはベランダで吸うってやつだっけ。ごめん、忘れてた。君タバコ苦手だったね。ベランダ行きますよ。行きゃいいんでしょ めんどくさいなタバコが苦手な彼氏って顔はいいし優しいし金も持ってるしあとはもうちょい言うこと聞いてくれたら完璧なんだけどなんかいい方法ないかなうんメール知らないアドレスから「催眠アプリを使ってみませんか?」 このアプリを見せたら相手はあなたの思うままどんな言うことでも聞いてしまいます思い通りにしたい人がいるそこのあなたぜひこのアプリをお試しくださいうさんくさーいこんなアプリ聞くわけないでも万が一ってこともあるしちょっと試しにやってみよう聞かなかったら 笑い話にすりゃいいしおーいおーいってばちょっとこっち来てなんかさスマホも調子が悪いんだよね。新しいアプリ入れたんだけど全然開けなくて。ちょっと君も見てみてよ。そうそのアプリ。どうなんか変わったりしたねえ聞いてる ねえってば、もしかして、催眠にかかってるの試してみるか。お手、おかわり、お伏せ、お座り。かかってる本当にかかってる <laughs> やった。きーめた 今日から君は僕のワンちゃんね。二人きりの時は人間の言葉を喋っちゃダメだよ。わかったふふ。<laughs> いい子、いい子。ちゃんとワンって言えて偉いね。ねえ、ワンちゃん、スマホ出して。スー、マー、ほ。四角くて、薄くて、ワンちゃんがとって でも大切にしてる、スマホ。<laughs> それそれ。それを僕にかして。ありがとう。えーと、僕以外の連絡先を消去。僕以外の写真を消去。それから SN、SNS も。んどうしたのワンちゃん。なんだか困ったような顔してるけど。 まさか催眠が解けちゃったそんなわけないよね。君は僕のワンちゃん。君は僕のワンちゃん。君は僕のワンちゃん。そうだよね。分かったらお返事はねえ、愛、はい、じゃないでしょ。ワンでしょ。犬が人間の言葉を喋るはずないじゃない。次間違ったら。 きだようんうん分かってくれたみたいでよかった賢いワンちゃんは好き大好きだよ君も僕のことが好きだよね大好きだよね <laughs> たくさんワンワンしてくれてうれしいな君のこともっともっと好きになっちゃったねえ今は昼間だから我慢するけど 夜になったらお散歩行こうね首輪をつけてリードをつけてさワンちゃんになった君と初めてのお散歩楽しみだなほら君も楽しみならワンって鳴いて <laughs> いい子いい子大好きだよ僕の可愛いワンちゃん。